海外のビジネス視点で気づいたことなどあれば。海外のビジネス視点で気づいたこと、海外が僕人生の半分以上なのでめちゃめちゃ思うんですけれども、日本はですねすごい商品はいいんですよ。めちゃめちゃ商品ですよ。もう一つ、昨日もねお寿司屋さんに行って、日本人ので一つ一つの商品だったりがすごい洗練されてるのね。で鉄板焼き屋に行っても本当一つ一つの品の飾りであったりがめちゃめちゃ洗練されてるんだけども、マーケティングが弱いですね。本当に海外と日本のビジネスの違いって俺本当に一つだけだと思っていて、あ、二つかな。マーケティングとタックス、税金。この二つだけがね、本当にほとんど、日本はマジで弱いです。もう半端ないですよ、海外は。だって、例えばさ、皆さんダイソンってあるじゃないですか、あの掃除機のダイソン。で、ダイソンってさ、皆さん吸引力めちゃめちゃすごいとかさ、なんか主婦がね、ああ、すごいとか喜んでると思うんだけども、ダイソンの吸引力って、実は日本のメーカーの半分以下なんですよ。だダイソン吸引力すごいと思ってるかもしれないですけども、ダイソンのすごいのって吸引力が衰えないことがすごいのであって、別に吸引力自体は日本の掃除機の半分ぐらいなんですよ。知ってました皆さん。でもほとんど知らないでしょ。でもあのマーケティング力でダイソンの吸引力がすごいって言って皆さんね、あんな高い何倍ものお金を出して買ってくるんだけれども、事実確かに日本のメーカーは吸引力がすごくて、後々ちょっとずつこうやって落ちてくるのね、吸引力って。実はね、でも実際にダイソンって吸引力は確かに一定だけども、日本のメーカーが落ちたよりもそれでも2倍じゃなくて 1.5 倍ぐらい弱いんですよ。そう、そういうのがすごく物語ってる通り、日本のメーカーは素晴らしいです。日本の職人の技術も素晴らしいんですけども、結局素晴らしい商品でも知られない素晴らしい商品ってクズというかゴミクズ以下なんですよ、本当に。そういうことを考えると、やっぱりマーケティング力が全ての命だなというのは海外にいてめちゃめちゃ思いますね。まあ、皆さんさ、イノベーション、イノベーションって言うじゃないですか。イノベーションってさ、そもそもで開発する場だけがイノベーションじゃないんですよ。しっかりとそのイノベーションを知らせるまで、マーケティングまでがイノベーションなわけですよね。これを本当に誤解してる人が多くて、例えば今ここに電球あります。この電球だってさ、開発したのって皆さん誰か知ってます？電球開発したのって。知らないでしょ。電球開発したのってエジソンって言われてますけれども、トーマスエジソンじゃないんですよ。ジョセフさんなんですよ。でもジョセフさんがエジソンの前よりも開発してたんだけども、それを知らせるという行為をしたのがエジソンなだけなんですよね。こういうふうにマーケティングを、やっぱり皆さん何かビジネスを学ぶっていう時はマーケティングから絶対的に学んだ方がいいですよ、 100%。